こんにちは、粟田洋介です。今日はこれからアクリル画を始めようという方のために、私が初めてアクリル絵の具を使って以来およそ30年間アクリル絵の具を使ってきた経験をもとに、簡単なアクリル絵の具の特徴、それから最初に必要になる道具なんかのお話もしたいと思います。皆さん小学校中学校の時に絵の具を使ってたと思うんですけど、あの絵の具は水彩絵の具です。で、あの水彩絵の具のことはなんとなく覚えていらっしゃると思いますので、ちょっとあの水彩絵の具と比較しながらお話ししたいと思います。で、アクリル絵の具の大きな特徴は、まあ、あの水彩絵の具と同じで、こっから出てきた絵の具ですね、これは水で洗い流すことができます。ただしそれは乾く前ということですね。子供の時に使っていた水彩絵の具は乾いてしまっても水でまた溶けて洗い流したりとか、あとは溶けたのを水で濡らしてまた使って絵を描くことができましたが、アクリル絵の具は乾いてしまうともう水に濡れても溶けることはありません。なので服とかについちゃうと洗濯しても落ちなくなってしまいます。またパレットについた場合も水で濡らして再利用ということはできません。できないって言っちゃうと短所みたいなんですが、そうとも限らなくて、こういう風に絵を描いた時に絵の具が濡れた状態でこうやって絵を描こうとすると、ここに下に描いてある絵の具と色が混ざってしまうんですけど、乾いた後だとこの下の色と混ざることなくしっかり上から塗りつぶすことができます。なので絵を描くときは絵の具が乾かないうちにバンバン重ね塗りして、この辺みたいな感じで色と色を混ぜ合わせることもできますし、乾いてから色を塗り重ねるとこういう感じではっきりした色がポンポンポンって描くことができます。こういう線もそうですね。で、服についちゃっても色落ちしないので、私は服に絵を描くときにアクリル絵の具を使ったりします。洗濯しても絵が落ちないというわけですね。で、このアクリル絵の具はこんな感じでベトベトしてます。なので絵を描くときはベトベト塗りたくって描くこともできますし、水で薄めるとすごい薄い感じになるので、まあサラサラな感じで絵を描くこともできます。他にも特徴あるかもしれないんですけど、そんな感じのことがアクリル絵の具の大きな特徴です。アクリル絵の具について別の動画で詳しくお話ししていますので、下の概要欄にいくつかそのリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧になってください。で、初めてアクリル画を描くときに必要になってくるのが道具ですね。何の道具が必要なのかわからない、余分なものは揃えたくないですよね。なので私が必要最低限だと思う道具だけをリストアップしました。一つ目はアクリル画を描くのですから絶対に必要なのはアクリル絵の具です。まずはじめによく間違えることなんですが、アクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがあります。で、アクリル絵の具とアクリルガッシュというものは同じものではありません。以前は私もアクリル絵の具の商品名でアクリルガッシュというんだというふうに人から聞いて、アクリル絵の具とアクリルガッシュは同じものだと思っていました。アクリル絵の具とアクリルガッシュの違いは、アクリル絵の具を固めるアクリル樹脂というものが両方とも入ってるんですけど、そのアクリル樹脂の量がアクリル絵の具よりもアクリルガッシュの方が少ないということを聞きました。なので最初にアクリル絵の具を買うときにアクリルガッシュというものを買わないように注意してください。で、絵の具のメーカーなんですけど、私はあんまり詳しくありません。私が初めて使ったアクリル絵の具のメーカーはこのゴールデンというものです。なんか学校でまとめて買いました。絵の具には高級な絵の具とか安物な絵の具とかがあるんですけど、初めてアクリル絵の具を使った時はそういうこと全然知らなくて、学校で安く買えたのでなんかまとめて買ったんですけど、このゴールデンの絵の具がそこそこいいものであるということを私は後で知りました。そんなわけで初めて絵の具を揃える時は予算さえ許せばそこそこいい絵の具を使うことをお勧めします。理由は私もそうしたからということではなくて、私自身が最初にそこそこいい絵の具を使って良かったと実感しているからです。まあ最初だから安物を買って、そんでちょっと描いて慣れてきたらそこそこいいものを使っていくっていう考え方もあるんですけど、私の考えはいきなりそこそこいいものを使った方が後でもっといいものとかもっと悪いものを使った時にその違いがわかるからです。
そんなわけで最初に選ぶ絵の具の基準の一つ目はそこそこいいものを使うということです。じゃあ具体的にどんなものがそこそこ高級なものなのかというと、実は私もそんなによくわかりません。ですが私が今使って満足している絵の具の種類はこの3つです。これはリキテックスというメーカーのものです。でこれはさっき紹介したゴールデンですね。それから最近使い始めたんですけど、この U35 というターナー絵の具から出ている商品です。これらに比べるとこの絵の具はかなりリーズナブルなお値段で買うことができます。でこのリキテックスなんですけど、これがレギュラータイプというものです。画材屋さんに行くと同じリキテックスのブランドでベーシックスというものがあります。これはすごい安くて大きさもこれより大きいんですね。でこの絵の具を使って美しい絵を描いている人がいるのも知ってるんですけど、私はこれあんまり好きではありません。何が違うかっていうと、こっちの方が濃い色が出ます。なので濃く塗ったり塗りつぶしたり、そういう時にこの絵の具だったら一発二発で済んじゃうものが、こっちのベーシックスを使っても何回も何回も塗っても、これを一発バーって塗っちゃった方がすごい強い色が出るので、安い絵の具をたくさん使ってもいい結果が出ないのに対して、それより高い絵の具で一発二発でいい結果が出るんだったら、どっちがコスパが良いかと考えると私はこっちの方がいいと思うんですね。ですが私はこんな大きいものも持っています。なぜなら大きい絵を描くときに最初の大雑把なバックグラウンドを作ったりとか、そういう風に使うには全く問題のない絵の具だからです。これレギュラータイプって書いてあるんですけど、ヘビーボディっていうタイプもあります。あとはソフトなんとかっていうのもあるんですけど、ソフトタイプだったかな、そんなのもあるんですけど、これ何かっていうと多分絵の具の硬さです。どれもいいものなんですが、まずはじめ何もわからないで使うときに、いろんなタイプがあった場合は、レギュラーとか普通とか標準とかスタンダードとか、そういう中間のものを使って、どんなものかわかって、それからいろんなものを試していくっていうのが一つの方法だと思います。違う考え方もいろいろあると思うんですけど、私のおすすめは迷ったら中間の普通のもの、標準のものを選ぶということですね。で、U35 ってやつ、これも結構いい絵の具だと思っています。で、安いので、これは結構おすすめです。で、このリキテックスの12色セットっていうのがあって、これの値段が税抜きで4433円に対して、ユーサーリー5の12色セットの税抜き価格は3000円ぐらいなので、こっちの方がお得です。このリキテックスの12色セットも、このユーサーリー5の12色セットも、最初に使うのにいい色が揃っていると思います。この12色、まあいいなと思ったのが、私自身何種類かの青とかを使うことによって、青のバリエーションを知ることになったので、何色かの青が入ってるっていうのはいいなと思いました。あとは茶色とかグリーンとかも何種類か入ってたので、描くのにすごく充実してるなと思いました。でも予算に余裕のある方には、この18色がおすすめです。でセットで買うのもいいんですけど、こんなの高くて買えないとかそういう場合は、少ない絵の具を買って色を混ぜて使ったらいいと思います。おすすめの色なんですけど、まず2本買うんだったら、例えば白と黒を買ってみる、それで白黒の絵を描くとか、もしくは使いたい色だけ買って好きなように描くというのも一つのいい方法だと思います。それで買い足していくっていうこともできますよね。あとはちょっと難しいんですけど、なるべく少ない色でなるべくたくさんの色を混ぜて作ろうっていう人のために3色おすすめの色があります。それがライトイエロー、マジェンタとシアン、この3色です。この3色があればいろんな色を作ることができます。これに白と黒を買い足せば、蛍光色とメタリックとかそういう特別な色以外はほぼほぼ何色でも作ることができます。最低限用意したい絵の具の色という別の動画で、その3色での色の作り方などを紹介していますので、よかったらそちらもご覧になってください。動画のリンクは下の概要欄に貼っておきます。あと絵を描くのに必要なのが筆ですね。筆はアクリル絵の具用というのを選んでください。で筆もいろんな太さとか硬さとか形のものがあるんですけど、どういう筆がいいっていうのは個人差があると思います。なので最初は基本的ないくつかの太さの丸筆とか平筆っていうのを揃えるといいと思います。こういう丸っこい丸筆っていうのと、
こういう平べったい平筆ですね。もしくはこういうセットですね。丸筆とか平筆とかいくつかの太さが入っていて、こういうものもおすすめです。で、使ってるうちにもっと太いのが欲しいとか細いのが欲しいとかね。あとは違う種類の筆も試してみようとかなって少しずつ買い足していくといいと思います。次はパレットですね。いくつかのパレットを紹介したいと思います。まずはペーパーパレット。使って、使い終わったらビリッと剥がして捨てるような感じですね。これ私使ったことないので何とも言えないんですけど、使っている人を見て、まあ普通に便利なものだと思います。大きさもいろいろあって、小さいものだとこのハガキ台のサイズのものですね。税込みで200円以内で買えます。で、30枚入っています。で、これも私使ったことないんですけど、ウェットパレットというものですね。下に濡れたスポンジみたいのが入ってて、その上に特別な紙が乗ってて、絵の具が乾くのを防止するような感じになります。なんで長い時間絵の具が乾かないんですね。さっきも言ったように水彩絵の具と違って、アクリル絵の具は乾いちゃうと水で濡らして再利用みたいなことできないんで、こうやって乾かすのを遅らせるっていうのもいい方法だと思いますね。それから陶器でできたパレットっていうのもあります。アクリル絵の具というのは水彩絵の具用のパレットにこういう風につけちゃうと洗い流すことが非常に難しい、もしくは不可能になってしまいます。プラスチックは削れちゃったりとかってなるんですけど、陶器だとツルツル滑ってアクリル絵の具が乾いてからも剥がれやすいということですね。で、それから陶器のお皿、これも同じ要領ですね。それから私はガラスのパレットを使っています。私がこれ気に入っている理由は平べったいのでこのスクライパーでビーってね、剥がすことができるんですね、絵の具をこうやって。なので、掃除がすごい早いし、使い捨てる必要もないので、長年これを愛用しています。でもガラスっていうのは持ち運びが大変です。なので私が持ち運びで使っているのは、このお肉とか魚が入っていた発泡スチロールのトレーですね。私がこれが気に入っているのは、まあ、食べ物を買ったついでに出てくるものだし、ここがツルツルなので、私にとっては使いやすいです。あと結構私は忘れ物が多いので、なんかビニール袋とか、そういうのパレットの代わりに使っちゃうこともあるんですけど、厚紙しか見つからなかった時は、厚紙ってどんどん水分吸っちゃうんで、すごい使いづらかったです。で、こんなちっちゃい絵描くときに、パレットになるものもなくて、自分の爪をパレットにして描いたこともあります。なんかね、何でも使っちゃうんですけど、まあいろんなパレットがありますね。で、4つ目の必需品はバケツですね。一線バケツ。いろんな大きさのとかがあるんですが、大きい絵を描くときは私はこの大きいのを使って、普通の絵とか小さいのとこの小さいものを使います。これらは筆を洗うための専用のバケツなんですけど、別に専用じゃなくて水が入るものなら何でもいいと思います。で、100均とかでも普通に必須バケツ売ってて、そういうものでも全く問題ないと思います。私も持ち運ぶように100均の折りたたみのバケツを使っています。それから筆拭き布ですね。私は今この古いタオルの切れ端を使ってるんですが、古い T シャツの切れ端を使う時もあるし、これは筆を拭くための布なので、ペーパータオルでもいいし、何でもいいと思います。で、これはあった方がいいものということなんですが、霧吹き、もしくはスポイトですね。何にするかというと、絵の具を水で薄めるときにパレットにこれでシュッシュッってやって、スポイトとこちょこ垂らしたりして、主にパレットの上で絵の具に水を混ぜるために使います。で、次はパレットナイフですね。パレットナイフは筆の代わりにこうやって絵を描くこともできるんですが、私はほとんど筆を使います。私は主にパレットナイフをパレットの上で絵の具を混ぜるのに使っています。で、これはもしかしたら使うかもしれないっていう感じで、まあ一番最初に揃える必要もないんじゃないかなと思うんですが、下地材のジェストというものです。これの話は後でします。まあこれもあってもなくてもいいものなんですが、イーゼルですね。イーゼルもいろんなタイプのイーゼルがあって、まあ10万円以上して持ち運びとかがすごく大変なものとか、まあ私が使ってるようなこういう感じですね。折りたたみはできるんですけど、まあ普通は持ち運ぶようなものじゃないっていう感じのものですね。まあうちに置いといて邪魔な時に畳んで端っこに置けるって感じですね。それからイーゼルを机の上にポンと置いて使
えるような小さい卓上のものですね。そういうのもありますし、あとはスケッチブックなんか置くための軽いイーゼルがあるんですけど、今ちょっと手元にないんですけど、ライブイベントなんか使っているアルミ製のものがありますが、結構便利に使ってますけど、絵を載ってるところが取り外しが簡単な分外れちゃったりとか、そういうことがあったりします。あとは前持ってたやつで金属製のものなんですけど、描いてる時に絵がグラ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 揺れて目がチカチカしてきて目が痛くなっちゃうっていうイーゼルを前持ってて、だからイーゼルっていうのはキャンバスなりが乗っかって安定するもの、そういうものをおすすめします。私は動画撮る時に机の上に絵を置いてそのままこうやって描いています。その方が動画が撮りやすいのでそうやって描いてるんですけど、小さい絵なんてそんなもんでいいと思います。ただ大きい絵になると絵というのは全体のバランスを見ながら描くものなので、このぐらいの大きさだったらこのぐらいの距離でも全然全体見えるんですけど、大きい絵になるとある程度離れないと全体を見ることができません。だから机にこうやって置いたんじゃ全体が見えなくなるんで、たまに立ったり座ったりしながら描いて、立ったところで見えないぐらい大きいのだと床の上に置いたりとか、イーゼルを使ったりとか、あとはね、壁にかけて、それで描くっていう方法もあります。で、結構長くなっちゃいましたが、絶対必要なのが、絵の具、筆、パレット、筆線バケツ、筆拭き布であった方がいいものは、霧吹きとパレットナイフですね。あとは下地材のジェストと、絵をこうやって立てかけるイーゼルですね。まあそれはあってもなくてもいいもんですね。では次はアクリル絵の具で一般的に描くものといえば紙かキャンバスかという感じですね。その他にも木の板とか、あとは革製品とか布製品にも描くことができます。でもまあ一般的なこの紙とキャンバスについてお話ししたいと思います。キャンバスといってもこういう張りキャンバス、木の枠にキャンバスが貼ってあるやつがあるんですが、その他にもキャンバスボードというものがあって、ボードですね、それからキャンバスパッドというものがあります。キャンバス筋のこのシートだけに絵を描くって感じになりますね。こういうパッドも売っています。で、画用紙でおすすめしたいのは厚みがしっかりあるやつです。まあ画用紙っていうのは厚い紙なので、ちょっと今の言い方じゃ分かりづらいんですけど、水彩画用の画用紙で薄いやつがあるんですけど、なんか結構厚手のやつっていうのが売っているので、そういうものがおすすめです。まあ当たり前かもしれないけど、厚くてがっちりした画用紙なら描いた時にシワシワになるのを防ぎます。で、画用紙の上に塗る下地材、ジェストですね。で、このジェストの選び方なんですけど、ここのところに S、M、L、LL って書いてあるんですけど、このね、S から LL っていうのは何かっていうのは粒子の大きさとかなんですけど、私も使ったことがなかったらわけがわからないと思うんですね。なのでこういう風に選択肢があったら、絵の具にしろ、ジェストにしろ、何にしろ、使ったことがないものはとりあえず標準っていうのを使うことをお勧めします。標準使っとけばちょっと違うの使いたいと思った時に違いっていうのが分かりやすいと思うんですね。なのでスタンダードとかミディアムとか標準とかレギュラーとか、まあ初めて買うものについてはそういうのを使ってみることをお勧めします。それでは長い動画になりましたが、今回はこれで以上です。よかったら参考にしてみてください。それからこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンの方を押していただけるとありがたいです。私は大半の作品をアクリル絵の具で描いています。なのでこのチャンネルではアクリル画の動画もたくさん配信しています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。